トロトカトンナルはい今回はすごいですよあのバトラーと井上チャンピオンがねこのバトラーにまあバトラーは私たちからすればもうまあ、ね、4団体の相手じゃないだろう,もう4団体制覇は確実だっていう、まあ、そんなイメージはもちろんありますけども、まあ、あのドネア選手がなんとバトラー選手にアドバイスしてるんですね。 なぜアドバイスしたかか意味が分かりませんよね井上チャンピオンをすごいと褒めたたいたのに、えー、作戦を教えるということは井上チャンピオンが憎いのかっていうなんかそんなヘンテゴリーな考えもありますけども、えー、まあどんな作戦を教えたのかっていうのをちょっとね見てみましょうまず2つのおミスをするなって言ってますね、えー、1つ目がモンスターのペースに巻き込まれないようにしなければならない2つ目ですね バトラーが避けなければならないのは相手の距離で戦うこと、まあ、井上チャンピオンの距離ねそりゃそうですあのモノパンチをね、距離感よく受けたらそらなたまったもんじゃありませんよね脅威のボディショットを持つ井上と対戦することはかなり危険な戦いになる、ねえー、うまいですからね井上チャンピオンボディもね <laughs> あれ一発終わりますからね、えー、バトラーが動き回れば井上とっても難しい戦いになるだろう その足を使えば、えー、動き回れば、ね、チャンピオンに勝てるみたいなこと言ってますからどんな動きをバトラーができ,できるのか足を使った、えー、映像があるんで見てみましょうこれ前回のバトラーの試合ですね見た目が相手がなんかカシメロに似てますねフィリピンの選手でなんかそっくりですよ髪型といいこの筋肉のもりもりといい相手の選手がこう仕掛けてくるとバトラーがさっさとこうね足を使って。 うん、確かに足の出入りも早いですよね。打っては離れパパパパパって打つだけ打ったらパパッと離れて、うんまあ、ポイントアウトするにはいいですよね距離感もいいしね相手がなかなかこうまともに一発で入れる距離入れられる距離じゃないですよねさっさといなくなる距離に常にいますね。で避けてはささっと打ちますから なかなかカウンター狙いもうまいですよね、うん、まあ悪くないですよいい選手ですよこれ、うん、まあこの試合のようにドネアは足を使っていけ左右に動けば井上チャンピオンに勝てると、まあ、このちょっとカシュベに似た相手とはレベルが違いますからね井上チャンピオンはあのハードパンチャーでこの打ち合いも得意だけどもちゃんとこう逃げる選手も追っていけるんでね足も速いですから。 まあバトラーぐらいのこの足使いだったらまあ井上チャンピオンにやっぱり捕まるでしょうねただ上手いのは上手いですよ上手いのは上手いんだけど相手が悪い相手が井上チャンピオンではこのレベルではちょっと勝てませんよね、まあ、これがねカシメロに似た相手とやってるんですけど本物のカシメロだったらどうかという想像してみると。 まあまあ後半までは行くでしょうけどもまあ捕まるんじゃないかなっていう気もしますよね。カジめの追っかけるときはねあのいいパンチ打ってくるしパンチ力もありますからねバったらちょっと体が細くて耐える体力というか強固なフィジカルがないと思いますね。まあちょっとモロに似たような ちょっと動きもあるんで入ってくる時に右ストレート当たるといえば当たりますね井上チャンピオンの右ストレートがだからうまいんだけどもそれは他の選手に対して上手いであって井上チャンピオンに対してこのレベルのうまさではやはり勝てないですねタイミングも合わされるしそこまで速い動きでもないし左右にそのドレアが言ったように左右に動けば で井上チャンピオンはあの左右に動くのが弱いからって言ってるけどいやいやいやいますよそうですねまあ井上チャンピオンと後半までもつれようと思えばハメドみたいなねこんなこう変幻自在の変な動きを <laughs> してれば、うん、不思議なこのなんかなんていうのかなぐちょ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 っていう。 ああいう動きをすればまあ、確かに井上チャンピオンも一発まともに当てるのは難しいかもしれませんからまあ後半には大丈夫だと思うんですけどもそれそれまでに見分けるのが大変だしねただバトラーのこの動きでは井上チャンピオンに合わされやすいですよねカウンターパチンと取りやすいですよね結構綺麗なボクシングするんで綺麗なボクシングほどあのテクニックで。 なんとかなるんですよねまあモロニー選手も上手かったですね綺麗なボクシングで似てるんですよだからそんな怖いと思う選手ではないです、ねまあ井上チャンピオンに対してはちょっと勝てないですね足,足の使いはねモロニー選手よりいいですねだから勝ちメロとやったらまあ勝ちメロにも勝てないと思いますけども まあ、カシメロだったら後半まで行くんじゃないですかあ井上チャンピオンだ,だったらこの動きではすぐ捕まる正面からあまり消えないんでおそらく右ストレートとかそういうのはもらいやすいと思うんでまあ5ラウンド以内かなっていう気はしますよねフィジカルがあまり強くないですよね顔もボディも打たれて終わるかなっていう気はしますよね本気で1ラウンドから行けって言ったら 23ラウンドで終わると思いますけどねまあ今回は5ラウンドぐらいにしときましょうかまあ岩井上チャンピオンも全部ダの動きもねテクニックも見せたいって言ったんでまあ5ラウンドいないじゃないですかね5ラウンドぐらいに倒すんじゃないですかあの日がチャンピオンとね元日がチャンピオンとあの15連続慶応防衛の日本記録を作ってるね 比嘉、えー、チャンピオンとスパーリングレジェンドでやりましたけどもあの時だってもう変幻自在のこの動きでほとんどパンチもらってなくてほとんどパンパンパンと当ててましたからね、まあ、当て感、よけ感を、まあ、世界一の <laughs> パウンドオパウンドに選ばれてる人間ですから、まあ、まあ半端じゃないですよね僕私たちの考えから見ても,もう考えられないぐらいの動きができる選手なんですよ井上チャンピオンというのは。 で足の使いもできるしどんな動きもできるんでまあモロニー選手がモロニー選手じゃねえやモロニー選手2のバトラーがすごくボクシングの教本のような動きをするんだけどもその分やられやすいなっていうねカウンター取られやすいっていう気はありますね。 まあこれでバトラー選手には頑張ってほしいですねちょっとあの見応えのある試合を見せてほしいですねもうすっとこのなんかへこたりたいような感じで試合したんじゃない意味がないんで俺はバトラーだ WBO のねタイトルを持ってるバトラーですからそれぐらいもう本当にチャンピオン同士の試合だっていうのうその勇気を見せてほしいですよね。 まあおそらくそのテクニックとかではやっぱりあの世界のパウンド5パウンド1位にね選ばれたこともある井上チャンピオンですからそこはレベルの差はあると思いますけども根性、ね精神力このチャンピオンのタイトルを持っている意地ですよねそれを見ればあの価値がありますね。井上チャンピオンとね対戦したことのあるあのロドリゲス選手2ラウンドで KO されたのかなあの元世界チャンピオン。 のロドリーゲス選手の予想ではいや5ラウンドはまあバトラーは持たないと言ってますね、私と同じ意見ですけども5ラウンドを持たないという意見ですけども、まあ、正直に言えば5ラウンド3ラウンド持たないかなという気はしますよ、本気で井上チャンピオンにもうスタートからダッシュしろって言ったらねただテクニックを見せて、えー、まあ5ラウンド確かにもう世界中の。 あ、ボクサーたちはほぼご覧だと言ってると思いますね。相手をバカにしてるんじゃなしに井上チャンピオンの実力を思えば、やはりそうなると思いますね。はい、えー、ロドリーゲス選手はこう言ってますよ。えー、井上選んだは山超過ちを犯してしまった。真っ向から挑んでしまったっていうね。これドリア選手も言ってましたね。ドリア選手はこう言ってますね、えー。井上との試合ではそれを使うつもりだった。あ、ジャブを使いスピードと横の動きを利用して。 戦うつもりだったしかしそれを使うつもりだったが結局は戦いに巻き込まれてしまって倒されたっていうねいかに自分のペースに持っていくことしても井上チャンピオンのペースになっちゃうんですね、えー、この戦い方のうまさというのもやっぱり井上チャンピオンのお持ち味ですしその中で使うスピードパンチテクニックこれはもう一流ですよね それに加えててのののこの当て感の良さねね素晴らしいですよ、ね、ロドリゲスと同じことをドネアが言ってますよね。みんな、まあ、確かにそうですよね。自分の作戦をとえ考えて何ヶ月も前から練習していくんですからよしこの作戦を。でも相手のいることですからまして相手の格上の <laughs> ユーラチャンピオンですからそれをうまく追いできませんよね。ドドネアももロ,ロ,ロドリゲスも巻き込まててしまって 自分のボクシングができなかったと言っているのだから、えー、ロドリーゲッセンス選手からすればバトラーには同じことだろうと絶対勝てないよっていうことを言ってますよね井上チャンピオンの12月13日のバトラー戦はやりますよ4団体制覇に向けての生解説をやりますんでのぶっちゃけチャンネルでね。 えー、やりますの、ね、聞いいてくださいあの日本人初の4団体制覇ですからそれも井上チャンピオンのね今一番希望してる目標にしてることですからみんなで、ね、お祝いしましょう楽しみに視点もしましょうよ、えー、この日を境にまたスーパーバントンに上がるでしょうからね。